山田隆博絵画室。はい、画家翻訳家の山田隆博です。今回ですけども、Amazon で販売中の僕のペン画の描き方マニュアルをオーディオブックのような感じで朗読してみました。興味のある方は止めながら練習したり、通してざっと見るなどしてお楽しみください。簡単、かわいい、リアル動物ペン画描き方とコツ、山田隆博。初心者でも簡単にリアルに描けます。描き慣れてない人も安心。道具はペン、鉛筆、消しゴムだけ。元 KCC 神戸新聞カルチャーセンター講師、2016年から2018年の2年間。現在は個展、他イベントにて単発ワークショップ開催。前半で流れをざっと説明し、後半で具体的な方法を説明します。書き方はいろいろ。1、デッサン、王道、習得に時間がかかります。参考、形は図形の組み合わせ。骨格など対象の構造を理解すると書きやすい。2、5番の目、グリッドを使う。資料となる写真に5番の目を引き、各画用紙にも5番の目を引いて、それを元にそっくりに描いていく方法。最低限のデッサン力でリアルに描くことができる方法です。私はデッサンを練習しつつ、作品制作はこの方法でやっております。5番の目を使って描く。準備編。用意するもの。写真、定規、鉛筆と画用紙。1番、資料写真を用意する。2、各紙のサイズ、A4 など、と構図を決める。3、画用紙に2センチ角の5番の目を記入する。画像によって右寄せ、左寄せに注意。4、資料写真に3で画用紙に記入した5番の目の縮尺に合わせて5番の目を記入する。これで準備完了。イラストレーターを使って5番の目を入れ、PDF にして保存するととても便利です。5番の目を使って描く。下絵編。鉛筆で下絵、過去、下書きを描く。ポイント。全体を意識しつつ、5番の目単位で写真を再現。5番の目を使うことでバランスが強制的に取れるので簡単。細部の観察も5番の目単位で行えるので簡単かつ正確。1、輪郭、形を取る。2、細部の手がかりを下書きする。3、陰影の流れに目印をつけておく。5番の目を使って描く。ペン入れから完成編。ボールペンで仕上げる。1、輪郭から仕上げる。2、最も暗いところから描き込む。3、陰影の流れの目印を参考に影を乗せる。全体を整える。4、眼球を描き込む。お好みで鉛筆も活用する。5、消しゴムで鉛筆の線をきれいに消す。サインを入れる。完成。まとめ。5番の目、グリッドを活用すれば簡単に対象の形を取ることができるようになります。さらに、どのようにして動物の毛を再現、表現するかなど、技を後半でご紹介していきます。後半の目次をざっと説明します。上達編5番の目をより活かす練習方法、デッサン練習の進め、骨格を意識すること、構図の基礎、小技編、5番の目をフル活用してそっくりに描く、動物の毛を描く方法、0.5 ミリでいろんな太さ、タッチの線を引く、髪を回す、鼻の描き方、変化をつける、目の描き方、鉛筆、ペン、練り消し、ティッシュを使います。目を休める、20分以上開けるといろいろわかる。IT 編、各対象、実物を確認できないときは、自由に拡大縮小し、より正確に明るさを調節、隠れた部分は明らかに。ピンボケ写真は類似画像参照で対応。上達編、5番の目をより活かす練習方法、デッサン練習の進め、図形の組み合わせで構造を考える。おすすめの書籍とサイトを紹介します。書籍、初めての鉛筆画教室、 D. ルイス、北村光一役、エルテ出版。ネット、デッサンの描き方の基本レシピがある。動画、デッサンの描き方基礎講座、初心者のための練習法とコツ。骨格を意識すること。構図の基礎、3分割法。
1、画面を9つに割る。2、真ん中の四角形の4つ角のうち、1つから3つにメインを配置する。3、画面からはみ出させる部分を作ると広がりが生まれる。小技編。5番の目をフル活用してそっくりに描く。動物の毛を描く方法。0.5 ミリでいろんな太さタッチの線を引く。上から下、下から上、右から左、右から左、など。以前はすべて 0.5 ミリで描いていたが、最近は 0.05 ミリのペン、マクソンのプロカラー2を併用。細かいところに便利。紙を回す。紙の向きを変えた方が描きやすい場合は紙を回す。その際は参考画像も一緒に回す。変化をつける。完全に一定の調子で毛並みを描くと少し単調になる。わざとある程度の変化をつけることでリアルさを出す。単調さは違和感につながり、少し変化をつけると自然になる。ただし、やりすぎるとボサボサになる。鼻の描き方、手順。鉛筆の 4B で塗り、練り消しで調整する。目の描き方、鉛筆、ペン、練り消し、ティッシュを使います。手順。目のパートは、目の輝きを表す白い点、中心の黒目、黒目の外側、こちらに分かれます。内から外に向かって放射線を描くように進めていきます。白目と黒目に鉛筆を使います。こちらは 4B がおすすめです。最後に練り消しで調整して完成します。目を休める、休憩する。細かい柄を描いていると目が疲れやすい。1時間に1回など自分の中でルールを決めて小刻みに目を休憩させると良い。20分以上空けると色々わかる。最低20分以上作業から離れると頭の中が整理されて客観的に自分の作品を見られるようになる。ある程度作業が進んだら時間を空けてみると思わぬポイントが見つかることがある。 IT 編。資料画像をパソコンのモニターに映し出す場合に使える技術。自由に拡大縮小し、より正確に。画像の中で小さく複雑に見える箇所については、ズームで拡大すると分かりやすくなる。明るさを調節、隠れた部分を明らかに。画像に暗い箇所があり、構造が読み取れない場合がある。その時はパソコンのソフト、Office、Photoshop など、や、スマホアプリ、iPhone のカメラアプリ、Photoshop Express などを使って画像を明るくすると分かりやすくなる。ピンボケ写真は類似画像参照で対応。ピンボケ画像を元に描くときは、Google で似たような画像を探すと書きやすくなる。なお、見つけた画像が左右逆の場合も簡単に逆転できる。はい、駆け足でしたけども、内容をまとめます。上達編、5番の目をより活かす練習方法。デッサン練習の進め、骨格を意識すること、構図の基礎。小技編、5番の目をフル活用してそっくりに描く。動物の毛を描く方法、0.5 ミリでいろんな太さタッチの線を引く。髪を回す、鼻の描き方、変化をつける。目の描き方、鉛筆、ペン、練り消し、ティッシュを使う。目を休める、20分以上空けるといろいろわかる。IT 編、各対象、実物を確認できないときは自由に拡大縮小し、より正確に。明るさを調節、隠れた部分を明らかに。ピンボケ写真は V 字画像参照で対応。そして何より、たくさん書きましょう。ご清聴ありがとうございました。このチャンネルではアート、翻訳関連の動画をアップしています。良いと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。SNS 翻訳小説のリンクは番組概要欄に貼っております。それではまた。